2022年11月20日市川海老蔵改め13代目市川團十郎白猿さんが自身のインスタグラムを更新。11月公演で8代目市川新之助として初舞台を踏んでいる長男堀越勸玄君が團十郎さんの思い出のぬいぐるみを持っているほっこりショットを公開されていました。團十郎さんは幼稚園の時におそらく4歳だったと思うけど母と祖母からもらったうさぎさんのぬいぐるみ、今日たまたま勸玄の目に留まり、これは何？と聞かれ、パパの人生ほとんどずっと見ていてくれた子だよと。私の大切なものですと騎士、小さなウサギのぬいぐるみを見つめている勸玄くんの写真をアップされました。この投稿には久しぶりに見るカンカンのあどけない表情、綺麗なままで持っていらっしゃるのがすごい、宝物を見せていただきありがとうございますなどのコメントが寄せられました。團十郎さんをずっと見守ってきたうさぎちゃんなのですね。これからもみんなをずっと見守ってあげてくださいね。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。